石巻南浜津波復興記念公園は宮城県石巻市沿岸部の南浜地区にある公園である。面積は38万8000平方メートル。東日本大震災による津波で壊滅した住宅がや土地に犠牲者の追悼や復興記念を目的に作られた。石巻南浜津波復興記念公園は 国と県が14億円を投入して整備され、東日本大震災の津波や津波火災の延焼により394名もの人命が失われ、今も148人が行方不明になっているなど、甚大な被害を受けた石巻市南浜地区に立地する。震災被害が特に大きかった岩手県、宮城県、福島県にそれぞれ設置される国が関与する記念公園の一つである。 公園の中央部には唯一の建物として国営展示施設である宮城東日本大震災津波伝承館が併設されている。ここでは被災者の声や語り部の活動を紹介する県の展示ゾーンを中心に据える。また、施設内にはかつての町割りの主要道路を活用した園路など震災前の趣きが感じられるような工夫がなされている。すべて無料。 東日本大震災の犠牲者に対する追悼を、鎮魂と共に、石巻の町と震災の記憶を伝え、生命が営まれる森を作り、人々の絆を紡ぐことを基本理念とする。東日本大震災の犠牲者への追悼と鎮魂の場を構築し、被害状況とその教訓を次世代に伝え、復興の象徴の場として、メッセージを国内外に発信。 様々な主体の三角、共同の場を提供、来訪者の安全を確保することを基本方針とする。公園は、南浜地区の地域性とその歴史に考慮されて成り立っており、浜と自然との係り、町の記憶、追悼と伝承の記念公園をモットーとしている。浜は、住宅地になる前のかつての自然を、町は、震災が起こる前のかつての繁栄を、 記念公演は震災で亡くなった人への祈りや復興に向けての意思を表している。ひばりの海岸側から日和山側へ順に記載する。ありがとうございます。